天真爛漫、純真無垢で良かれと思って大失敗、すました顔してボケかます、弾ける笑顔にめげない性格、その名は世界の眞子さま。嫌なことはすぐ忘れる、でも余計なことは忘れない、日本一の笑える奥様、眞子さま大活躍のコーナーです。ね、この間サンドイッチを箱に詰めてたら箱が大きすぎて、はい、なんかあのスケスケになっちゃったんです、ね、違うだろ、スカスカです。そんな眞子さまでございます。横浜市の杉ひのき。花粉症の眞子さまは髪に花粉がつかないようにバケツをひっくり返したような形のバケットハット、目に入らないようにゴーグル、吸い込まないようにマスク、そして服につかないようにツルツル素材の黒いロングコートを着て出かけます。ダースベイダーです。世田谷区の赤ワイン。携帯でニュースを見ていた眞子様が、え、三四郎の小宮くんが結婚ですって、すぎょー、すごいスキャンダルね。いや、スキャンダルじゃないから。結婚だから。普通の、ね。名古屋市の平島。あっちの方が空いてると乗り込んだリフトで、ろくに滑れもしないのに、中級ゲレンデに来てしまった眞子様。意を決して進み出すも、ぶつかるからどいてーどいてーと叫び出し、しまいには、どけじじいと。暴言。おー、うん、最後に、とてつもないオチが待っていました。なるほどね。そうでもないだろう。熱海市の長屋の花見。眞子様とスーパーで買い物中、超大盛り焼きそばのカップ麺を見つけ、こんなの完食できねえなと言ったら、眞子様、さすがの私も2個が限度かしら。すごい。2個食えるんだ。横浜市の塩軟骨。晩ご飯を食べている時に眞子様が、月曜日ホワイトデーってこと忘れないでね。バレンタインデーにチョコもらってないけど。あ。あ。横浜市のチルチル太る。初心者でも飼いやすいという赤星インコを飼い始め、言葉を覚えさせようと毎朝おはようと話しかけているのですが、眞子様の口癖を先に覚えてしまい、おはようと言うと、チェッタカチェッタカ。練馬区のペンギン。花粉症で鼻がムズムズしてくしゃみが出そうになり、口を半分開けかけては我慢、半分開けかけては我慢を繰り返していると、向かいに座っていた眞子様に、くしゃみするならしてよと文句を言われました。世田谷区のハミング。スーパーでパートをしている眞子様は、棚にレトルトカレーを並べているとき、ちょっとあんた、この 20% オフのカレー仕入れ値はいくらよと上から目線で言われ、カチンときて、え、奥様ほどの方が味で選ばないんですかと言って、その奥さんを追っ払ったそうです。おー、ね、笑いよりもなんか、うーんっていう話でしたね。千葉市のヘレンマ城。朝テレビの星占いを見て、お、今日のサソリ座は下から2番目か、あんまり良くないなって言うと、眞子様がお茶を入れながら、へえ、そんなの気にするんだ、へえ、あ、茶柱が立っているいいことあるかなって、おめえも変わんねえじゃねえかね。世田谷区のグッピー。眞子様が作ったカレーを食べたら野菜ばかりだったので、今日は野菜カレーと聞くと、あら、私の方には肉がゴロゴロ入ってるけど、神様のいたずらかしら、おめえのいたずらだろ。神様。杉並区のブンブンハーツ。眞子様がまな板の上で餃子の皮を作っていた。こうやって叩いてこねて伸ばして出来上がるとね、なぜかまな板も綺麗になるよね。おい、それ食わせんのか。世田谷区のケチャップマン。目薬を刺そうと上を向いた眞子様は、ああ、探してたバッグ、こんな棚の上に、片してたんだ。もうコロッと忘れてたわ、もう。と、バッグを棚から下ろしましたが、目薬を刺すのをコロッと忘れました。上向いた瞬間に。
でもな、こらな。何でも忘れるな。うん。どうしましょう。でもちょっと新しいタイプの奥様は味で選ばないんですか、うん、って言われる。あれね、うん、なかなかすごい、うん、頭の回転でスッと。ね、ドジの眞子様じゃない眞子様いるぞという、うん、スーパーでパートをしている眞子様は棚にレトルトカレーを並べているとき、ちょっとあんたこの 20% オフのカレー仕入れ値はいくらよと上から目線で言われてカチンときて、え、奥様ほどの方が味で選ばないんですか。あとでも面白いのあったよね。茶柱とか。あ、茶柱好きだったね。うん。これね。うん。サソリ座下から2番目があんまり良くないなって言ったら、眞子さまがお茶を入れながら、そんなこと気にするんだ。ばっかみたい。お、茶柱が立っている。あとこれね。うん。眞子さまは回れての上で餃子の皮を作っていた。こうやって叩いてこねてね、伸ばして出来上がるとね、ノーズがまな板もキラーになってね。おい、やだやだ。以上3作品。優秀作品には可愛いデザインの福之助をプレゼント。